買い物に行ってきます。何買おうかね。ね。誰かさんが最近入院して。わしや。心配だったんだ。私が無理なんだ。マジで。ちょっとこれだけ。おーしんな。ただいま。なんでこれをドンキでわざわざ買ったんだろうっていうものをドンキで買っちゃった。ドンキマジックですな。これマジで重いから見てほしい。見てバカに下品な例え方すんねあんた。あとタピオカも買っちゃったよ。他は何買ったっけ。もろこし。マジでなんでドンキでなんでドンキで買ったんだよ。何本買ったのよ。3本買っちゃった。これを一人で消費すると思うと笑っちゃう、ね、一人で美容液食べるんじゃないの。俺はいい。私この代わり分のもう一本買ったのに。いいよあんた。ほらあんたの2本。なんでうちが2本なのよ。あんたが2本でしょうよ。マジでこれ運ぶの大変だっ。面白すぎた。ずっと よちよち歩きしてたべ。ずっと笑ってんのあんた。収穫は食べましょう。ちっちゃいけど乗らねえよ。でかくない。てかもうこのまな板の意味ないんだもん。どうやって切んの。でかっ。詰まってる音するわね。ぎゅうぎゅうだね。ナイフ刺さんないんだけど。あーみんなみんな。パッてでっかでっか。すごい嬉しい。うえはいチーズ。くれって言って。うまい。めちゃめちゃうまい。うん。あ。塩かけるは。かけない。何もかけない。すげえ。身もびっしりだね。あんていいスイカ選んだね。うちの直感。さすが。ウェイ、スイカとそうめん。できました。テレビがしゃべってる。11時11分、ランチの時間です。ね、そうめんもできました。イエーイ。見て、美味しそう。いただきまーす。うーん。うんふん、うんふん、うんふん、うんふん。ちょうどいいですか、ゆで加減とか。ん？ゆで加減。え、ちょうどいい。よかった。あなたが茹でたそうめん、美味しいわ。茹でただけだって。うん。あ、うんうんうん。でもさ、野菜ないなと思ったのに野菜だよね。野菜だよね。野菜兼果物みたいな。うん。
でもキュウリとか卵とかトマトとかあったらもっと良かったね。まあだってこれ赤いし彩り赤いし赤と緑あるじゃん。手が箸焦げてる。そうあんたんちね焦げてんのよ。焦げわ綺麗にピント合ってる。そんな感じ。何そんな感じってそんな感じ。超やりたくなる。そうなの。わかる。いや全然うちシンプルにいただく派だから。ほんと。スイカも何もつけないで食べる。まあ、スイカはそうかもだけど生姜入れたらマジ美味しいから。結構入れんねあんた。しょうがない。マジうち一人いて一人で笑ってる自分で。ハッピーだね。ハッピーライフやん。え、ほんと、え、生姜入れないの？入れへんよ。マジで？うん。マジで？とか言って。マジで？え、美味しいから、ちょっと食べてみ。食べる？え、今はいい。うーん、美味しい。うん、うん、うん、うん。うん、うん、うん。飲む。うん、うん、うん。はあ、っていうことね。皆さん、熱中症に気をつけていきましょう。あんたもうお別れの。あんたもう一生がお別れみたいなテンションで言わないでくれる。そんな感じです。じゃあ、締めにご挨拶お願いします。え？締めってどうやんだっけ？普通に、一言。チャンネル登録、いいねボタン押してね。じゃあ、バイバイ。